半馬岩先生です。1週間前から現在までの勝率 100% というのだけを分析して、試験投資しております。まだでもですね、デモ投資で投資しております。でですね、いろいろね、設定方法をちょっと調整しながらねやってるんで、先週からの利益は先日として7400円ですね、の利益です。ボーナスが5000なんで2400円だけですね、まだ稼いでるのが。先週から今週までね、負けたり勝ったりしながら2400円勝ってますね。そんな感じです。調整中なんでね、そんな成績です。これ白文字なんで、シグナルが作られてます。勝率 100%、 1週間で3回シグナル、投資 100%、 シグナルが1週間で9回出てます。で、平均シグナルに対して1個について53.9ピップスですね、60.0ピップスですね。絶対実際10少ないと思いますけどね、ほんのちょびっと 5.39 ピップスだと思いますけどね。このようにシグナルを4つに使ってシグナル情報を出すようになってます。ここに出てますね、ここには出てます。ここにも出てますね。提供してるのはね、マニュアル式だから、この設定値、ね、を入力しますからね。でね、このピップスが多いのがいいですね。平均ピップスが多いのがいいです。意外と勝率 100% のやつって平均ピックスが大きいんですよね。まあそんなことは報告しますけれども、まあ私の方のインジケーター、この 100% のインジケーター勝率分析してね、として先週から投資して2400円の利益ですね。先日投資してね、デモでやってますまだね。まだ2400円ですね。1万円ずつで2万4000円で、10万円ずつでね、24万になるわけですね。そんな感じですね、2週間でね。にゃんこちゃんね、にこちゃんね、ゆかちゃんね、にゃんこちゃんがいましたね。
ノラちゃんね、ノラちゃん、静香ちゃんって女の子ね、にゃにゃ、あ、録音撮ってるから向こう向いたって、こんな感じでいいかな。あともう一週間調整する必要があるかな。でね、これ何分やってるとね、溜まっちゃうんですよね、これね。これ溜まっちゃってるのかな。あれか。あ、止まっちゃってるね、ここね。なんなっちゃうね、これね。これ止まっちゃうんですよ、これ。すぐ鳴らかなっちゃうね。これしょうがないね。立ち上げないといけないんだね。そこ止まるのかな。これも販売してませんからね、こういうのがあるんで、うん、マニュアル式のね。例えばこれね、何かね、これをねちゃんと表示して、健康不安心してちょっとね、健康だと。それで、ペースです。それでですね、これはね、こうって、こういう感じ。通告を変えまして、こうですね、これだったからね。こちらが提供してるやつのバージョンアップしたやつですね。こんなふうに通常こちらの提供してるのはこれですね、マニュアル式ですね。ただこれ3回で少ないですね。本当に少ないですね。あ、これは少なく表示した事故、あ、なんだ、桁数あれなんだね、減らしてるんだな。ただ平気でしたね、これはね。これ正規にしといた方がいいね。ね、修正します。